でも夜帰ってくる頃には2度とか1度とかです。めっちゃ寒い、最悪だ、とっても寒いだろう。というわけでなんかさ、朝さ起きた時軽く首に違えててんけどさ、どうにか治ったわ。今日は15分だけやります。15分やったらお家を出てって感じ。今日のイベントって外やっけ中やっけ、あれ外やんな今日。ごめん、今日外だよね。あ、首止まらへん、鼻水がやばい。あれ今日中やっけ、いや外な気がするんやけど、どっちでしたっけ。あれ誰も知らない、外か中か。あ、中だよだってやった中か、よかった。外やったらめっちゃ寒いな思ったけど、中か。え、中なんや、へえ。虎ノ門に中の会場なんてあるんや、あんま行ったことないから分からんけど。そうなんや、よかった。寒くないね。おどんでったら暑いぐらいかな。じゃあどうやろ、マジちょっと今日寝癖やばない、私ほらちょっとうねってんの、口で溶いてるんやけど、あんま良くなりません。まあでもいいです。どうせあっち行って髪の毛やってもらうんで。前髪が決まらない。私と一緒やん。私今ちょっと前髪ないですけど。ね、忘れ物ないかな。まあメイク道具さえあればいけそうな気がする。そう、今日まだ髪の毛やってないからね。帽子ちゃんかぶってんの、帽子ちゃん。帽子ちゃんかぶって。今日はオールホワイトなの私。ボトムスも白、ボトムスも白でも帽子と靴は黒帽子と靴は黒、まあ、靴言うてもブーツ履くけど、まあ、黒。そうなの、帽子も黒、リュックも黒、アウターはあれは何色かわからん、何色やろわからん色です。マジで汚したら最悪やわ、白い着とるから汚したら終わり、泣いちゃう。マジで汚れつきやすそうな素材やからさ、こういうなんていうの、こういうちょっとさ、このちょっとボア、若干ボアみたいなやつってさ、これ汚れついたらマジ取れんから本当に気をつけないと。あったかいんですよ、でもこれ。そう、こうやってねやれば摩擦であったかい。そう、かわいいっちょ。せやねん、可愛いから来てる。
で、これも上げたら一番上まで詰まるけど、上げてないけど。じゃあ、あんまりね、なんだ、ここ首詰まってるのね、あんま得意じゃないの。中で息がしづらくなっちゃって、寒い時とかは上げるんやけど、なんかこういうやつやったらいいんやけど、ピタッとしてるやつとかあるやん、あったかいけどさ、こうピタッてしてるやつ、あね、なんかね、首が苦しくてね、そう、息がしづらいからあんまり着ないね。こういうタイプの下ろせるやつは、寒かったら一番上まで上げれて、寒くなかったらこうやって折れるから、こういうタイプのやつは逆にめっちゃ好き。なんか寒い時上げて、寒くない時こうやってさ下げて首元ができるからさ、めちゃくちゃ好き。でもな、こういうピタッとしたこういうタートルネック、ハイネック、なんて言ったらいいのやつはね、あんまり着ないね。なんか寒い時に着たりとかするけど、まあ、あんまり、なんかどっちかっていうと私は結構、なんかね、私の骨格的に首があんまり長くなくて太いんですよ。そう、人によってはさ、骨格上首が長い人とかってさ、結構さ、こうハイネック似合ったりするんですけど、私の場合骨格上首があんまり長くなくて太いんですよ。だからこうハイネックのものを着てしまうと、めっちゃ顔が大きく見えちゃうくて、現象的にどうしても、そう、なんか首がこうくっついとるみたいな、ここに隙間がないから、そう、なんか見えちゃうくて、だからあんまり着ないね。逆に似合うのは、なんか首元がこう V 字だったり、こうやって V に開いてたりとか、こういう、なんていうの、なんていうんやっけ、こういうの忘れた、これ四角っぽくさ開いてる服ってあるじゃないですか。 ああいうのはめっちゃ首元がすっきり見えて、小顔に見えてめちゃくちゃ似合うやつなの。でもね、服この時期にさ、そのさ、こういうのは寒いからさ、あんま着えへんけどな。そう、あんま着えへんけど、そう、なんかそういうのが似合うねんって。そう、でもちょっとこの時期やるとマジで凍えちゃうから 凍えちゃうから、こういうハイネックのものも着たりとかするけど、そうね、ハイネックのものとか着たりするけど、なんかそういうところにはあんまり向いてないらしい。そう、え、骨格何か分からん私。でもウェーブではない、ナチュラルとストレートが混ざってるっぽいって感じかな。ウェーブではないな。ウェーブの人は首長いからな。そうなの、ストレートかナチュラルかどっちかだな多分。なんやけど、なんかね、手がね、手にあんまり関節感、ゴツゴツしてない感じがあるんだったらナチュラルだとかね。私はめっちゃ関節、手が、なんていうの、この節々がめっちゃ太いの、関節が太い、そう、関節が太いから、関節が太い人だよね、何やったっけな、なんかね、がナチュ、じゃストレートだったかな、ちょっと忘れちゃった。なんかあるんですよ、そういうの。そう、あばら出てるよ、うちめっちゃあばら出てる。そう、めっちゃあばら出てる。あばら出てるし、くびれない、くびれ、なんていうの、くびれないことはないけど、くびれが、なんつったんや、ウェーブさんみたいにめっちゃくびれてない。ストレートの人って基本こういうストーンっていう、なんていうの、なんかドラム缶みたいな形でよく例えられるやん、これ長方形みたいな、あんな感じやん本当に。そう、くびれができづらいみたいな、なんからしくて、そう、私くびれはあんまりないんですよね。ストレートかなって思うけど、なんかとこどころ見ると
ナチュラルなのかなっていうところもあったりとか、だから多分どっちも混ざってんだなって感じ。そう、まあでもね、くびれがない代わりに腰の位置は高いって言われるから、まあそこだけは救いだったなって思います。なんだっけな、なんかナチュラルかストレートさんはね、腰の位置高いんだって。そう、忘れちゃったけど、どっちだったかな、まあ覚えてないけど。てててて、いや足が長いことはない、いや足が長くないことはないけど、普通ですね、普通。普通です、普通。そう、股下100センチぐらいになりたかったな。股下100センチとかももう海外の人の、あれ、足のレベルの長さやな。海外の人ってなんであんな股下長いんだろうね。手足長いよね。でももうあれは血筋だよね、代々受け継がれている。でも日本人も本当に昔に比べたら手足長い子めっちゃ増えたらしい、やっぱり。確かに最近の子マジで手足長いもん。ねえ、なんでなんですかね、あれは。私と100センチって怖いよね。だって上半身60センチしかないんやで。めっちゃ めっちゃびっくりよ。 足長すぎたら違う違う。でもなんか確かに足長すぎたら靴ちゃうわ、服とかズボンとかなんか合うもんなさそう。なんか長袖とかズボンとかだいたいチンチクリンそう。でもチンチクリンってマジで困るよね。わかるわかる。だってさ、寒とか言うてさ、こうやってやった時さ、こうやってさ、腕丈がさ、こうなってたらさ、ちょっと嫌よね。ズボンもさ、こうやってさ、なんかさ、腰で履かんやん。ユナたち女の子やけんさ、あんまり。なんかそういう腰パンするスタイルのもんだったらいいけどさ、男の人とかよく座椅子とか腰で履いとったりするかもしれんけどさ、大体腰では履かんやん。こうやって、ピッてウエストで履くやん。その時、チンチクリン。チンチクリン、チンチクリンになっちゃうよね。ね。しにくりでも確か細い子ってそうなりそう。だって細い子ってじゃあ身長が高いのに細いってなったら M サイズはでかいから S サイズにするやん。そしたらさ、絶対さ、物理的にさ、足の丈の長さ足りんよな。細さに合わせとさ、長さが足りんから、身長高いのに細いってことはさ、身長高い分足が絶対長いはずやん、標準より。ってなったらさ、難しいよね、服選びとか。どうしてるんやろう どうしてるんやろうってめっちゃ思っちゃわん？やっぱりそうよな、そうなるよね。細さに合わせるとそうなっちゃうよね、どう考えてもね。難しい、難しいね。あ、15分経った。オランダ行ったら180センチでもチビな方になる。マジ？みんな2メートル超えとか？スラムダンクやん。
でも確かに本当に海外のモデルさんとかさ、170センチ女性とかないとちっちゃいって言われるもんね。170センチってさ、170センチちっちゃいって言われるんやで、女の子とか。男の子とかだったらさ、175センチないとなんかダメみたいな。そこのファッションショーのなんかもしかしたらその人のこだわりとかもあるかもしれへんけど、175センチないとあかんみたいな。そんないとほとんどの人あかんやんと思うけどな。ねえ、難しいな。日本人ってもともとちっちゃいのにさ、身長がね低いじゃないですか。だって昔の江戸時代とかの人ってめちゃくちゃちっちゃかったんやろ。150センチとか、多分それぐらいの身長しかなかったよな。だって昔の建物さ、入り口ちっちゃいしさ、天井低くない？ね、なんか元々の遺伝子がちゃうねんやっぱり。そうね、そんなんしゃあないやんな。まあそんな感じで15分経ったからちょっと終了にしようかな。私もイベントに行ってきまーす。もう行ける、バチグーバチグー。帽子まで被って。よし、じゃあランキングを読みやす。ちょうどランキング変わったわ。13位しまやんさん、12位つっちーさん、11位大森うなとりどんさん、10位ゆうまんさん、9位ヤングさん、8位中心さん、7位マーニャンさん、あ、間違えた。6位ジェリーさん、5位さきもりさん、4位ナッティさん、3位あきひこさん、2位くもは駅中さん、そして今日の第1位はちかいしーさんです。イエーイ。はい、というわけで今日はですね、頑張って福島ということで、福島のイベントを虎ノ門でありますので、来てくださる方はお待ちしております。はい、今日ね昼にできたんで、夜は、そう、今日結構ね長いんだよね、一日夜。頑張ります。じゃあまた皆さん、イベントで会える方はイベントでお会いしましょう。バイバーイ。